はいどうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしていますので、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、それでは本日はこちらですね。イゼットカラーの、ウィザードデッキ、パーティーで戦士、クレリックならず者とね結構使ってたんですけど、ウィザードあんまり使ってなかったんで、ウィザードをちょっとイメージしたデッキを作ってみました。まあ勝ち筋はまあなんだろうねウィザードで殴り勝つまあ呪文コピーしたり、パンプアップして殴ったり、まああと特徴的なのが、土地が入ってないですね。土地の部分は全部両面のスペルになってるんで、まあ、そこはちょっと特殊かなって感じですね。はい、さあそれではやっていきたいと思います。プレイ。さあ7枚でキープします。さあ土地を出してターン終了。シャンブラー、マグマの媒介者、一瞬遅いな。ターン終了。ラノワールの幻想か。まあ、OK か。OK ですね。はい、胸を躍る可能性。否認。はい、ターンもらいます。シルンジの投書、次へ。これしない。ターン終了。さあカウンターを乗せる。強行突破か。安全維持。ターンもらいます。まあ、とりあえず開門修復いこうか。3点ライフ支払う。
上智のリエール。さあこれでこれしないターン終了。イリーシアの女造樹。はい、オッケー。はい、カウンターのセル。こっち1点ダメージと。おー、悪知恵か。まあいいか。はい、選択。さあ、ターンもらいます。10個。さあ、アタック。ターン終了。まあ、ローペースなのはどちらかというとこちらの望むところなんですけども、そろそろでかいの出てきそうですけどね。もう5マナ、なんかプリンターが勝手に動き出した。なんだろう。豊穣の碑文、これはありがたいな。カウンターの方がいいか。カウンターするか。いや違うな。はい、送還。よしよし、これで勝ちですかね。はい、さあ66だきの一撃、 X が4。さあこれでアタック。はい、対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープします。さあ土地セットしてターン終了。さあ土地セットしてターン終了。
厄介だな、ここで。もう焼いといた方がいいよね、これは。ターン終了。ここはちょっと我慢しよう。その甲虫、はい、胸躍る可能性、マグマの媒介者捨てます。3点ライフ支払う。開門の嵐曜日、はい、胸躍る可能性。情熱のリーブしてるか。もったいないけど仕方ない。どうしようかね。さあ土地を出す。さあアタック。ブロックしてくるか。ターン終了。ガーガロス来たね。さすがにカウンターしようか。さあトークン出せ、トークン。トークン出してこない。ターン終了。嵐の怒りで全部吹っ飛ばしたいんだけど、なかなかそううまくはやらせてくれないですね。ガラクの放棄。開門の嵐曜日、雷毛竜の襲撃と、マグマの媒介者。さああと双冠で戦っていくしかないですね。はい、対戦ありがとうございました。いや、なんとかさばききった。はい、7枚でキープ。
さあ土地を出してターン終了。はい、ターン終了。はい、義賊。嫌だね、義賊持ってかれると。義賊は割と普通につらい。リエール。シルンディの原子。もう危ない危ない。はい、ブロック。てくれたのはありがたかったね。さあ胸躍る可能性。うん、嵐の怒り1枚してるか。さあアタック。ターン終了。割と前行ったぞこれは。嵐の怒り捨てよう。土地が来ない。はい、骸骨の巨人。まあこれはもらっといてもいいかな。さあどんどん土地が欲しいね。はい、マグマの媒介者。はい、ターン終了。はい、探索する獣。召喚。さあアタック。2マナだからこっちでいいか。マグマの媒介者。ターン終了。はい、オッケー。雷毛竜の襲撃。さあアタック。ターン終了。大体は対応できそうな感じですけどね。はい、骸骨の巨人。まあ1体だったら関係ない。はい、神秘の論争。本体ショック。はい、対戦ありがとうございました。さあそれじゃあデッキ紹介いきます。さあ、ウィザードデッキということで、甲羅の盾が1枚、選択が1枚、召喚が1枚、ショックが1枚、
トゲ平原の危険が4枚、ジュワー島の撹乱が4枚、安全維持が1枚、開門ならし予備が4枚、熟考が1枚、認識否定が1枚、否認が1枚、本質の散乱が1枚、乱洞への突入が1枚、マグマの媒介者が4枚、胸躍る可能性が4枚、焼熱の劉備が1枚、燃え殻時刻が1枚、雷毛竜の襲撃が1枚、乱洞の噴火が1枚、シルンディの原子が4枚、神秘の論争が1枚、バラクートの覚醒が2枚、カズールの憤怒が2枚、上智のリエールが4枚、嵐の怒りが3枚、交換の力が1枚、実験的カフカが1枚、開門修復が4枚、独六岳の一撃が4枚で、合計60枚ということでね、まあ、普通の土地はね、1枚も入ってない、まあ、全部スペルカードってことですね。まあ、裏面が土地の、カードがあるんで、まあ、それで展開していくっていう形ですね。だからまあちょっとタップインが多いんで、後攻で相手がアグロだったらなかなか厳しいんですけど、まあそこなんとかね、嵐の怒りとかで流せたらなっていうぐらいしかないんですけど、まあ一回ちょっとせっかく両面の土地が出たんで、土地なしのデッキ組んでみたかったんでね、まあちょうどウィザードデッキで組みやすいかなっていうので組んでみたんですけども、まああと特に意味はないんですけど、なんか魔法使いっぽくいろんなことができるようにということで、ほとんどのカードがピン刺しっていうね。だやるたびになんか回り方が変わるっていう。まあ、コンセプト重視でしたね。はい、まあ勝率は、はい、お察しください。まあそんなでもね、好きな方、いましたらぜひね、遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。